はい、今日はですね、みんなの名前を入れてほしいっていうことで、ちょっと動画撮りました。今入っているのが野犬たちで、愛ちゃんちょっとヒートなんで、お休み。はい、野犬たちとカツオ、梅干し、あと、のび太が出たり入ったり、カツオと梅干しは、梅干しとのび太は、今日初対面ですね。うん、で、あとでレディちゃんとおっちゃんがやってきます。まだ今からですね。はい。まあ、口頭でまず説明しておきますね。あ、のび太が出てきた。カツオがおったから入っちゃいましたね。はい。カツオくんですね。はい。もう、10歳ぐらい、10歳超えかな、うん、そんなもん。はい、四国高知県から来ましたね。高知の職員さん噛みました。はい、ボラさんも何名か噛まれてます。はい、レディちゃんが来たかな、レディちゃんが来たかな、あ、レディちゃんおっちゃん来ましたね、レディちゃんおっちゃん来ましたね。はいはい、もう夕方なんでね、うん、できる限り撮ろうと思ってますが、ちょっとね、撮るのがバタバタしていてて、遅れました。はい、ええよ、ええよ、ええよ、スーッと。レジちゃんですね。それと、おっちゃん、尻尾立ててるのがおっちゃん。ダックスフントのミックス、キバザしてますね。おっちゃんですね。はい。それと、梅干しくんどっか行ったな。梅干しくん向こうですね。はい。あ、梅ちゃん行ってましたね。梅ちゃんうんち中。のび太、うん。梅干しとなんかしてたね。今さっき出てきて。梅ちゃん、梅干しくんです。シェパードが入ってますね。はい、この子は三重県から来ましたね。はい、名前の横に、里親様募集してる子もカッコして募集中って書いておきますね。はい、うまくみんな取れるかどうか。梅ちゃん、梅ちゃん、梅。おお、レンジお子さんと言ってよ。レンジお子さんと言ってよ。梅ちゃん。はい。今のび太ちらっと出てきてた？ちゃう？あ、ドルチェか。ドルチェ。はい。梅ちゃんですね。梅ちゃんですね。はい、よいしょー。レオン、レオンくんですね。うん、レオンくんはおなじみですね。おなじみですね。はい、なんか気に入らん人がいてる、なんか気に入らん人がいてる。向こう側にね、シロくん、まだね、ちょっと入れにくいんですよね、群れにね。で、シロくん出してます。久々のシロくんでしょ。レディ、レディちゃん、そんな乗ったらあかん。シロくん、あ、困ったちゃんの顔してますね。あ、去っていきますね。でも入りたいね、この子も。もうちょっと待っとけ、お前は。あ、梅ちゃん。はい、レディちゃんですね。レディちゃん、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 レディちゃん。この中では多分頭張って張りますね、多分。うん、はい、はい、ドルチェね、カツオは言うた。はい、こんなもんですかね。うん、のび太が出てきてますね、向こうに。のび太が出てきてますね。のび太と、先ほど言ってましたカツオ、梅干しが初対面と、レディちゃんおっちゃんも初対面ですね。うん、多分レディちゃん気づいてない。
エリーちゃんです。はい。おっちゃんです。はい。って感じで、紹介は、うまくテロップを入れれるかどうか分かりませんが、はい。で、この人が高木さんですね。はい。高木さんです。はい。里親募集してます。はい。はい、うまく取れるかな。ふー、やめて、お前がそれするかあかんの。しょで、こう感じですね。うん、もう日が暮れてきたんであまり取れないです。うまく紹介できるかどうかなんですが、これからできるだけね、うん、たくさん入ってる時に、始まりだけでもね、ちょっと、名前を入れていこうと思ってます。それと里親ね、里親様募集中の子と、区別っていうかね、していこうかなと思ってます。はい。もしもね、この動画見られて、気になるなと思った方、説明欄の方にね、メールアドレス貼り付けときますんで、もしよろしければ、メールください。はい。よいしょ。もうカツオのび太出てけへんよなって思った。のび太出てけへん。さっきもまたちょろっと出てきててんけど、出てこなくなっちゃった。梅ちゃん、梅ちゃんどこ行ったんやろ。おっておって、梅気になるんや。いや、弱っちそうやなあいつって。あいつ弱っちそうやから、ちょっと偉そうにしといたろかって。弱っちやつは得意やで俺って。もうやめてくれ。どこ行った。やめてて、今取るの邪魔するんですよ梅干しが。カツオも。カツオやな。カツオや。うめ。伸びたね。レディちゃん孤立化してんだお前。レディちゃんはやっぱお茶やな。お茶しかないな、もうこうなったらな。うめちゃんもやめて。落ち着いてきた。どういう、ちょっとね、カメラがあっちこっち向きすぎたかなと思ってますね今。ちょっと我に返ったら、はい。もうやめて、梅ちゃん、梅ちゃんも。梅ちゃんでしょ、梅ちゃんでしょ、梅ちゃんでしょ、梅ちゃんでしょ。もういいやろ。
んたずっとそれしてんのちゃうの梅ちゃん。あー、のび太出てきた。ちゃう？ドルチェか。もう今日はのび太お休みやな。レディちゃんと遊びがちゃうからさ。おっちゃん怒りましたね、この人らね、ちょっと違うね。国が、お国が違うみたいで。あ、出てきた、伸びた。入っていった。今日は陽気女言ってみてくれ。今日は出ていったらまずいでな、これって。あー、5時ですね。ってことで、どんな動画になってるか分かりませんが、ご紹介動画っていうことで、もしよろしければ、里屋募集しておりますので、ご連絡ください。はい、この方は里屋募集してませんよ。はいはい。それではいつもいつもご視聴ありがとうございます。はい、失礼します。はい。